Previously on Yakuza. Haruka. Shikarishite, Oji-san! Yume. Yume janai no ka? Chigau yo. ここにいるよ。警視庁の者です。どうかそのままで。え、桐生一馬をカムロ町での暴行傷害並びに器物破損の容疑で逮捕します。元東城会会長桐生一馬容疑者を事件の首謀者として逮捕しました。今回の桐生の逮捕、あれは警視庁のメンツをたどるためのパフォーマンスだ。芸能界に入っておじさんのことを家族と呼べないのがつらかった。うん、芸能界に入ったことを後悔してるんじゃないの、その逆だよ。おじさんを家族って呼べなかったあの時間があったから。どうしよう。おじさん、私したらいいのかな。やっぱりここに帰ってきちゃいけなかったんだ私。さよなら。火元はアジア街の複数箇所でほぼ同時に確認されています。じゃあ放火ってことか。消防はもう向かってんだろうな。避難の誘導はやってます。でも火の回りが早くて。おい、なんてこった。アジア街が全部焼けちまう。アジア街で火が出てるぞ。どうですか、いい眺めでしょう。あの炎の大きさが私の誠意だと受け取りいただきたい。それじゃあ我々とあなた方の永遠の絆と繁栄を祝して乾杯してもよろしいですかな。お前はなぜ我々をカムロ町に引き込もうとする。目的は何だ。カムロ町東城会再生計画。おじさん。太一。バカ野郎、帰りが遅すぎるんだよ。どんだけ待たせんだよ。すまなかったな、太一。おじさん、おじさん。だから俺が必ず遥を探し出してこの家に連れて帰る。この子が遥の。まさか。いや、まさかじゃない。名前はハルトだ。
つまりこの子は遥の子だ。まさか、そんな。名字が同じってだけじゃない、自分の体。この人がハルト君のお母さん？ずいぶん若いんだ。今で19だ。3年前に沖縄を出て、その後この辺りにいたらしい。この辺りに？写真よく見てくれ。ここらで見た顔じゃないか。さあ、キリュウさんはその人を探しにこの町へ？いや、居場所は分かってるんだ。それより彼女がここで誰とどう過ごしていたかを知りたい。本人には聞けないの？ああ、ちょっと訳ありでな。もっと言うと、俺が探しているのはハルトの父親だ。この辺りにいるんじゃねえかと踏んでるんだが、どういうやつなのか見当もつかない。さあどうぞ兄貴。な、え、ちょっと頭、そいつ。バカだれ、そいつとは何じゃ。わしの兄貴じゃ。これからは桐生の兄貴と呼べや。お疲れ様です。よし、どうも。撮影されたのはこのスナック街だったらしい。この人が知ってるか。え、あ、頭、俺にも。え、坊主の本当の父親はね。まさかお前が。宇佐美優太、俺らの目の前にずっといたそいつが沢村ハルトの父親だ。それはお前が西洋会の後継者だからだ。ああ、宇佐美優太は西洋会の総帥、老の血を引く実の息子だ。もんだ、あなたの目的は私に孫を見せることじゃないだろう。尾道の秘密の件では。話が早くていいね。本当はあんたを殺しちゃ手っ取り早くて済むんだけどな。でもうちの黒須会長はあんたらが日本を撤退すりゃそれでいいってさ。あの人も俺ももう血は見飽きてんだ。我々西洋会はすでにアジア外に莫大な投資を済ませている。だがその回収はまだ済んでない。撤退する気はねえってことか。そして何よりクルスの息子は我々の後継者であるジミー・ローを殺した。ビジネスとしても人の親としても、私にはあなた方の要求を聞く道理がない。そう言うと思ってね、あんたにはいい条件持ってきたよ。なんだ、その赤ん坊を目の前で殺すとでも言うのか。宇佐美優太をあんたにくれてやる。あいつには西洋会の後継者になるよう俺から説得してやる。それでどうだ、この条件で飲めねえっつんなら雄太に全部話しまうけどな。尾道の秘密はさ、
あれ守るために俺何人もぶっ殺してきたんだ。そしてその秘密をあの老人が独占していることにこそ広島の力の根源が。これを。これは先代が私に託したマイクロフィルムのデータ。あなたの持っている携帯で読み込めるはずだ。さっきあんたが言ってた暗号が入っているってことか。ああ、解読すれば尾道の秘密を暴く鍵となる。私には解けなかったが、尾道に詳しい者になら何かわかるかもしれない。そしてあなたが尾道の秘密に迫れば、その前に立ちふさがるのが広瀬だ。彼はあなたを殺してでも阻止しに来るだろう。なぜ俺に秘密を託すことにした？あなたは沢村遥の親代わりだ。私の息子が愛した娘の父親。つまり我々は両家の父親同士ということになるな。クルス会長が尾道の秘密を守ろうとしているのは間違いない。ほうみたいじゃの。ほいじゃが、おやっさんもそうじゃとは限らんで。親分を信じているならしっかりその目で確かめろ。聞いちまった疑いを抱えたままずっとあの人を親と呼び続けるのか。広瀬一家の絆は取り繕って守んなきゃなんねえ程度のもんじゃねえだろう。当たり前じゃ。え？あ、ほいじゃ秘密を暴きに行くんか頭。でももし親さんがわしらをそのほんまに襲ってきたら。もしもの話はもうええんじゃ。わしはええ加減そがにややこしい話はもうごめんじゃ。組の子分が親さんとあのにいちいち迷うことがあるんか。わしも腹は決まりましたけ。あんたと一緒に尾道の秘密とやらを暴く。ただしわしらが動くんはあんたにおやっさんの無実を証明するためじゃ。なあ桐生さん。頭、あれはおやっさんじゃ。本当におやっさんが早う下に行くんじゃ。尾道の秘密を守るためにあんたは雄太や春人、そして遥のことも道具に使ったのか。その前にあんたは広瀬一家の門に説明しなきゃならねえことが山ほどあるはずだ。なあどいてくれよ。頼むよ。なんとか言え広瀬。そこをどけって言ったんだこの野郎。
許せぬ。親分。兄貴。おやさん。俺の負けだな。じゃない。それを超える超大和型戦艦と言われた旧日本海軍の最高機密だ。やれ、広瀬。この場にいる者は全員道連れになってもらう。そいつもまとめてやってしまえ。おやさん、もうやめてくれ。何をしている、広瀬。ダメなんですよ親父。こいつは、南雲は。おやっさん。そうだ、お前頭悪いから尾道の秘密が何なのかよく分かってないよな。だからそこどけな。親父、こいつだけは勘弁してやった。今さら日和寄って。おやさん、尾道の秘密ってのが何なのか、本当言うとずっと知りたかったんだよな。ありがとうな、あんちゃん。親分。南雲。なんじゃ。松永。おやっさん。本当はお前らに殺されてやりたかったんだけどな。どういうことじゃ。お前らの父親は俺の兄貴分だった。分かっております。じゃけえおやっさんはわしらの面倒を。そうじゃねえ、兄貴たちも尾道の秘密を知る生き残りだったんだ。だからよ。
まさかおやすさんがわしらの父親を。ごめんな。おやさん。ですが、むしろこうしてあなたにとって変わる絶好の機会が訪れることになった。小清水、尾道の秘密は私が受け継ぎます。それによって大道寺実からもたらされる権力も金も全てね。やめておけ。お前には無理だ。子供の成長を信じてください、お父さん。ユータからの電話だった。ハルカの意識が戻ったそうだ。少しだが口も聞けるようになったらしい。ほんまですか。ほうか、そりゃよかったですの。ハルカちゃんが。キリュウさん、よかった。こんな時にすまないな。何言うとるんですか。謝ることなんて何も。南雲、わしはの兄貴、今自分がどんな気持ちなんかようわからんのじゃ。おやっさんが死に際に言ったことが耳を離れん。本当はお前らに殺されてやりたかった言うて。ほいじゃけど、もしもっと前にわしらの父親殺したんが、おやっさんじゃ言われても、わしは、あん人を殺しちゃろうとは思わんかったはずじゃ。なんでわしら、おやっさんのこと、親の仇じゃ言うて、恨めんのじゃろうの。わしもじゃ、頭。父親が死んだ時、わしはまだ小学生じゃ。その日のこともよう覚えとらん。わしが親父いう言葉で浮かぶんは広瀬のおやっさんの顔だけじゃ。父親のおらんようになったわしらをおやっさんはほんまに用してくれた。杯受けて一番嬉しかったんは、堂々とあん人をおやっさんと呼べるようになったことじゃ。お前らと広瀬の親分はそれだけ絆ってやつでつながってたんだ。確かに親分だって初めは罪滅ぼしと思ってお前らの面倒を見てたのかもしれねえ。だが一緒にいた長い時間がそれ以上の気持ちを親分に芽生えさせていた。そうでなきゃあの人はクルスの命令通り
戦艦の前でお前たちをさえ殺そうとしたはずだ。俺にはお前らの存在が親分の呪縛を解いたように見えたがな。それじゃあ岩見恒雄も尾道の秘密を知っていた。40年前からです。で、ゆうべクルス・タケルの口を塞いだことで大道寺から陽明連合会の跡目としてお墨付きをもらった。少し甘く見すぎていました。岩見恒雄は正真正銘の極道です。俺は六代目が不在のうちに菅井を消して東条会のてっぺん取る腹でした。しかし菅井のバックに嫌味がついている以上、思ったほど簡単じゃなさそうですよ。なんでお前はそこまで俺に話す？今度の狙いは何だ？信用できねえとは思いますがね、俺はあんたを岩見恒雄や菅井みてえな連中に殺させたくないんです。大道寺から四代目を消すようあの二人に指示が出されています。尾道の秘密を危険にさらしたあんたを大道寺が許すわけがない。老い先短いことでかえってなりふり構わねえ動きになっているようだ。あなたもそれに広瀬一家も的にかけられてます。なんだと？この町にいる限り陽明連合会はいくらでも兵隊を送り込んできますよ。広島中のヤクザが集まってきます。いくら四代目でも数で攻めてこられりゃなぶり殺しにされるだけだ。あんたにはそんな死に方されたくないんですよ。俺が今ここにいるのも菅井から四代目を殺すように言われてのことです。菅井は岩見恒雄に東条会を丸ごと身売りする気でいます。広島の参加になったら東条会は今とは別物。六代目が無所から出てきてもそのトップの椅子に座り続けようって腹だ。どうしようもねえ小物ですよ、あの菅井ってじじいは。菅井は沢村遥と赤ん坊のことも探しています。しばらくはどこか遠くで一緒に隠れることをお勧めしますよ。染谷、一応礼を言っておく。兄貴、客が来よったで。本家の連中じゃ、まだ大した数じゃなあで。あんなら造船所で懲りたは思っとったが、まだわしらんことなめとるの。いや、グズグズしてるとキリがねえぞ。広島中の極道が向かってきてるらしい。おなごらには連絡しときましたけ。安心して使わさい。お前らと一緒なら切り抜けられる。連中にうちの組に手出したことを後悔させてやれ。兄貴、今うちの組って？お前らがどう思ってようが、俺はずっとそのつもりでいた。おっしゃ、やったれ。この喧嘩はおやっさんに捧げるんじゃ。くそったれが。外を見ててくれ。雄太に連絡を取る。雄太に？東条会が遥たちのことも探している。連中は本気だ。警察病院も安全とは言い切れない。田頭、本家の連中が来るかもしれん。外を見張っとれ。兄貴か、雄太です。ああ、そっちに異常はねえか？異常ってことはないですけど。ああ、そういや春人が物に捕まらねえで一人で立ったんです。もうすぐ歩き出しそうっす。そうか。伊達さんはそばにいるか？ええ。ならこう伝えてくれ。また遥かたちをどこか別の安全なところに移動させてほしいと。神室町からなるべく遠く、
東京からも出た方がいい。そうは言っても警察病院より安全なところって、それに遥ちゃんも意識が戻っただけで体中怪我してますし、今すぐには動かせませんよ。確かにな。分かった。とにかく俺もすぐそっちに向かう。だが伊達さんにはもっと安全な隠れ家を探すように進めてもらってくれ。分かりました。聞いてたな。俺はカムロ町に行く。南雲、お前らはどうする？わしらも行きます。はるかちゃんと坊ちゃんを守らにゃ。おやさもそうせい言うとりますけ。分かった。わしらもちいと準備がありますけ。下手すりゃもうこの土地には戻ってこれんようになります。兄貴もやり残しがないようにしといてつかさえ。後でアパートの方へお迎えに上がりますわ。兄貴。おじさん。あの、俺少し出てますから。いや、いいんだ、お前もいてくれ。お前が目覚ましたら説教してやろうと思ってた。黙って姿消したお前を俺も朝顔の子供たちも死ぬほど心配した。他にも話したいことは山ほどあったはずなんだ。なのによ、こうして生きているお前の顔を見たら、もう何から話していいのか分かりゃしねえ。おじさん、ごめんなさい。ユータを借りていく。あいつの手が必要なんだ。必ず無事に返す。俺を信じてくれ。でもそれじゃあおじさんは？俺ももちろん帰ってくる。はるか、いい子を産んだな。母親にだ。お前にこんな日が来るのを待ってた。思ったよりだいぶ早かったけどな。私のはるかっていう字とゆうたくんのゆうっていう字、うん、それで春とって読むの。そうか、ゆうたのゆうか。あの、ゆうたくんはいい人だよ。ああ、分かってる。分かってる。本当に？おじさんに殴られたって聞いたけど。ん？ああ、いや、あれはそういうんじゃないんだ。なんていうか。おじさん。ん？無事に帰ってきてね。お前はもう立派な母親だ。こうやって頭撫でるのもこれで最後にするべきだな。今のごたごたにお前たちを巻き込みたくない。俺が絶対にそんなことにはさせない。
じゃあな、ハルカ。ユウタに聞きました。登場会の菅井に殴り込みちゃあ言うて。ああ、菅井と話がしたい。だがそれにはお前らの助けが必要なんだ。天下のカムロ町で人暴れじゃ。広島ヤクザの喧嘩、東京門に味合わせちゃりますわ。殴り込み言うたら極度の晴れ舞台じゃ。広瀬のおやすさんにも見せたかったですの。行きましょう兄貴。目的地はミレニアムタワーだ。その最上階に菅井がいる。奴を捕まえるんだ。絶対に逃がさないでくれ。いいな。しますが、今日はこちらに一体どんなご用？菅井と話がしたい。だが、お前らの案内は無用だ。そこをどけ！ですよ、四代目。てめえの相手はそこの染谷だ。聞いたぜ、あんた俺と岩見社長をぶっ殺すつもりだったんだってな。てめえを殺した後、沢村遥と赤ん坊も必ず見つけて殺してやる。その前に大道寺が死んだとしてもだ。俺らを敵に回した人間がどういう目に遭うか、いい見せしめになるからな。すごい。安心してソニアに殺されな。何があった、ソメヤ。何があったって、行かれちまったんですよ、俺は。俺が殺す相手はお前じゃねえ。後ろで笑っている菅井たちだ。それ以上やれば死ぬぞ。もうやめろ。まだ終わってねえ。
切り者の染谷君には鞭をくれてやる必要があってな。お前ら清美ママを。岩見、染谷にはあなたを殺せば女を助けてやると言ったんです。だが染谷はその条件を守ることができなかった。やめろ、やめてくれ。桐生さん、あなたが染谷に殺されてやらなかったせいです。やめろ岩見、彼女は関係ねえ。ではこうしましょう。三つ数えます。それまでに染谷にとどめを刺してください。何？そうすれば彼女は見逃します。言っときますが、私は気が長い方じゃない。四代目、あいつら本当にやる。頼むからこいつで俺をやってくれ。二つ。兄貴！時間切れだ。待て！それや！なんじゃこりゃ。清美、あの子には、ヒロミには、俺一度も手あげたりなんかしてねえからな。大事にしてきた。本当だ。美しき夫婦愛を、いや家族愛を見せていただきましたよ、染谷さん。何をする気だ。まあ時間切れは時間切れじゃけえの。わしが守りきる。安心せ。清美さんって人を菅井たちに人質に取られてたわけですか。まさかあの清美さんが。許せ。
小柄なことがあってええんか。分かってる。だが話は後だ。今いるこの場所も危ねえ。連中の狙いは俺たちだ。尾道の秘密を暴いた俺らをどこまでも追ってくる。こうやって人塊になってるのは危険だ。しばらくそれぞれで身を隠した方がいい。確かに。せめて岩見と菅井が今どこにいるか分かれば他に手の内容もあるんでしょうけどね。頭、屋上で外の空気吸ってくる。キリュウの兄貴の言う通りじゃ。踊れら、わしが戻ってくる前にここを出とけや。落ち着いたら居所をわしに知らせ。わからんのか。のんびりしとる暇なんぞなぁど。今は一度散るんじゃ。これ以上はもう誰も殺させんぞ。わしゃ、秋山、お前には雄太を頼めるか。例の下水道なら東城会も陽明連合会も知らないはずだ。わかりました。遥たちの方はどうなっている？伊達さんが動いてくれてます。今日中には警察病院から場所を移せるようでした。そうか。桐生の兄貴。ん？清美さんのことをもし気に病んでるなら絶対に兄貴のせいじゃないっすからね。動くときは声かけてくださいよ。一つ聞いていいですか、キリュウさん。なんだ？ミレニアムタワーでもし菅井に会えてたら、キリュウさんはあいつをどうする気だったんです？よくよく考えたら不思議だったんです。相手は桐生さんたちを殺そうと動いている。その周りの人間を巻き込むことを平気でやってのける連中です。話が通じる相手じゃない。だからもしかしたら桐生さんは菅井や岩見恒を殺そうとしてたんじゃないかって。違いますか？もし堂島の竜が人殺しに手を染めれば、神室町はもうあなたをボスとは認めなくなります。俺を持ち上げるのはもうやめてくれ。俺は神室町どころか身の回りの人間を守ることさえできねえ、ただのヤクザ崩れだ。なんて言われてもあなたを諦める気はありませんよ。岩見恒夫と菅井が神室町にいればもうこの町は死んだも同然です。今この町にはあなたの支えが必要なんですよ。それだけの歴史をあんたは今までこの神室町に刻んできしまったんだ。俺は一度どん底に落ちて神室町に救われた人間です。あんたが手を押すくらいならいつでも俺の手使ってください。私は奴らを刺し違えてでも殺す。兄貴もそのつもりなんじゃろ。はあ。ほいじゃが、わしと兄貴だけで十分じゃ。一家の連中も秋山さんもこれ以上巻き込めん。俺もそのつもりだった。どうやら俺とお前で死ぬときは一緒になりそうだな、兄弟。そいつは今日初めて聞くええニュースじゃ。
わしはもういつ出てもええですけ。And now.